ユミネーネが教えるカズダマ運気予報。では運気指数からお伝えしていきます。宿玉9玉の方の今月8月の運気指数は3です。今月は自分の内に見ている才能や能力、新たな自分に出会える時です。今一度自分を見つめ直してみましょう。では今月の運気の前に今年の運気からお伝えしていきます。宿玉9玉の中の2023年今年の運気は自我の季節です。そして今月8月の運気は瞑想の季節です。では宿玉9玉の方の瞑想の季節を詳しくお伝えしていきます。いい加減な行いに対する幸せが表面化しやすくなり、思いもよらないことが起こりやすくなる時期になります。欲張りが入ったり不安を抱いてしまうことも、それによりあれこれ思い悩み、行くべき方向が見えなくなります。瞑想の季節では面倒な問題を整理するなど身を引き締めることが大切になります。このように瞑想の季節では恐れを抱く時です。恐れを抱くのは知らないから、この時期はしっかりと学び深く物事を考えると良いでしょう。では予報いきましょう。こちら旧暦で表示しておりますので、1日からではなく8月8日から9月7日までが8月の運気となります。そして最も気になるこの8月の瞑想の季節と重なる10日、20日、30日、このように瞑想の月と瞑想の日が重なる日は、外へ出かけるよりも内に意識を向けて、これからのことを深く考える日にすると良いでしょう。では瞑想の季節の良い傾向と悪い傾向をお伝えしていきます。悪い傾向に行くと、現実世界で結果を求めると挫折を味わうので注意しましょう。しかし現実世界ではなく精神世界に興味を持つと良いでしょう。そして悪い傾向に行くと、積極性や意欲を失い内向的になるので注意しましょう。しかし内に向かうことで直感が冴え、精神的な悟りに目覚めると良い方向へ向かうでしょう。そして悪い傾向に行くと、教えや助けを無視すると何事も長続きしないので注意しましょう。しかし無視をせず、年長者や教師などから大切な教えや助けを素直に受けると良いでしょう。このように運気予報をチェックして、毎月の傾向を知ることで今何をすべきなのか行動の指針にしていきましょう。さあ皆様、いかがでしたでしょうか。このカズダマ運気予報はあなたの人生の季節で分かることのほんの一部です。あなたの下半期の運気をもっと詳しく知りたい方は、このような冊子もご準備しております。こちらにはさらに詳しく良い傾向、悪い傾向、そしてあなたに起こり得る出来事、そしてその対策など詳しく記しております。またこのようにあなたの運気のバイオリズム、そしてあなたの下半期の運気の上げ方など、このように具体的に記しております。あなたの運気をもっと詳しく知りたい方は、概要欄に LINE 公式アカウントの URL を貼っておりますので、そちらからお問い合わせください。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。